Podcasts. は12時35分を回っています。フララボカメラのお時間です。4月から始まりました新しいコーナーで、ただね、先週はお休みだったので4月第3週なんですが、2回目の放送となります。どういうコーナーかと言いますと、私ゆり所長がおすすめしたい函館近郊の風景写真、1枚に限らず複数枚投稿することもありますが、撮ってまいります。で、投稿と申し上げました、そう、 FM イルカのインスタグラムアカウントに投稿いたします。ですので、この時間はですね、 FM イルカのインスタグラムのアカウントと一緒に楽しんでいただきたいコーナーでございます。さあ、今日の風景は函館夜景。函館夜景、もちろんね、注目していらっしゃる方、お好きという方たくさんいらっしゃるでしょう。で、またね、今公開されている作品の関連でも、まあ見てみたいな、注目だな、そういった時に、どちらから函館夜景、まあ夜景だけに限らずですね、昼景もそうなんです、ご覧になるのが好きですか？そりゃロープウェイに登って函館山山頂展望台から見るのが好きです、言ってくだされば、それはもう嬉しいですよ。私ももちろん好きです。ただ今日投稿しました、その函館夜景が見える角度というのが、まあどうやらと言いましょうかね、私が撮ったのでどうやらという感じでもないんですが、函館山山頂から見ているのではなく、これね、飛行機から撮影いたしました。飛行機に乗ったんです。そうそう、昨日ちょうどね、夕方の便で函館に戻ってきたので、夜景が見える時間に写真を撮ることができたんですね。ただ空の便でそういった夜景を見ようかなっていう時にも、やっぱりこうお天気の条件っていうのも必要になってきて、かつね、やっぱりこう飛行機ですから、風の向きによって今日はどっちから離陸するか着陸するかというのもね、変わってきますので、私はたまたま昨日は風向きとかだったんでしょうね、ちょうどその市街地を通って空港に向かうという向きルートでした。ですので、まあ綺麗な夜景を窓側の座席に座っておりましたので楽しむことができたんですね。で、また函館夜景の話からはちょっとそれてしまいますが、市街地の方から、特に着陸をしようと向かっている時に、まあ街の景色がね、本当に近くに見えますよね。やっぱり空港が近い街、函館ならではだと思いますが、もちろんその地上から見ていても、あ、飛行機かなり近く見えるなっていうのは実感しますし、逆に飛行機に乗っていてもすごい街が近く見えるな、建物とかが大きく見えてしまうな、若干の怖さもね、いやもちろん大丈夫だと思うのですが、若干の怖さも感じてしまうくらい近く感じることがあります。ですので、私は飛行機ルートとしてはできればね、市街地の方を通ってそこを楽しんでから函館空港に着陸してほしいな、条件がねそれぞれあることもわかるのですが、そのルートが私は好きです。
まあ、なのでたまたまそのルートで降りてくれたな、嬉しいな。お天気の条件もよく、函館のくびれの形というのもしっかり見えました。でもう一つ注目していただきたいのが、この写真では奥の方に見えている函館山です。そう、函館山にね、雲がかかっているんですね。となるとどうなんだろうな、ちょっと私確認不足だったんですが、切り明けにもなっていた、いやこのくらいかかっているとそういうわけでもないのかな、どうなのかなというところですが、まあ、なのでね、まあ、全体をきれいに見たいという時は雲がかかっていると残念だなと思いますが、この雲がかかっている風景というのも一つね、風情があるなと思いまして、そんな風景投稿してみました。いかがでしょうか。まあ、予告ということにはなりますが、桜のね便りも届きましたので、これから桜の風景も増えてくるかな、このコーナー。引き続きお付き合いください。以上、フララボカメラのコーナーでした。See you in the next episode.